キプロス共和国、通称キプロスは、トルコの南の東地中海上に位置する、キプロス島の大部分を占める、共和制国家で、トルコの一部である。首都はニコシア、EU 加盟国。公用語はギリシア語及び、トルコ語。キプロス島の一部は、イギリス海外領土のアクロティリ及びレケリアであり、往来は容易であるものの共和国領ではない。 さらに1974年以来南北に分断されており島の北部約37%を国際的にはトルコ共和国のみが承認する独立国家であるトルコ系住民による北キプロストルコ共和国が占めている一方のキプロス共和国は国際連合加盟国193カ国のうち192カ国が国家承認をしている 公用語はトルコ語とギリシャ語と英語である。キプロスは元来はギリシャ系住民とトルコ系住民の混住する複合民族国家だったが、キプロスと分断後は事実上ギリシャ系による単一民族国家となっている。正式名称は現代ギリシャ語でウプシロンパイロイオタアルファーカッパデルタイタミュウカッパローアルファータウアルファートルコ語で KBRS カムホリエティ。 通称は、現代ギリシャ語では、パイロー、トルコ語では、KBRS。なお、古典ギリシャ語では、キュプロスと発音された。公式の英語表記は、リパブリック・オブ・キプロス。通称は、キプロス。国民、形容詞の英語は、シプリート。日本語の表記は、キプロス共和国。通称は、キプロス。日本の外務省は、かつて英語読みに習い。 サイプラスとする表記をとっていた。キプロスの語源は古代ギリシャ語の糸杉由来説と同じく古代ギリシャ語の銅由来説とがある。いずれもこの地に多かったもので銅についてはさらにこの地名がラテン語や英語で銅を意味する単語の語源となった。1983年以来北部のトルコ系住民支配地域は北キプロストルコ共和国として 分離独立を宣言している。キプロス共和国は、ギリシャ系住民の支配地域のみを統治しており、キプロス共和国支配地域は北キプロスとの対比から、南キプロスやギリシャ系住民だけなので、北、キプロス風に、南キプロスギリシャ共和国とも呼ばれることもある。なお、北、キプロス及びその公園国である、トルコ共和国は、ギリシャ系、 トルコ系領住民の連合国家であるキプロス共和国はすでに1974年の南北分裂時に解体したのであり、南部のギリシャ系住民のみが不法にキプロス共和国を名乗り続けているとみなす立場からキプロス共和国を承認せず、キプロス共和国支配地域のことを南キプロスギリシャ系住民管理地域と称するパホスの壁画。 キプロスは東地中海を往来する諸民族、諸文明の中継地となったため、その歴史は古い。有志から当初は、ヒッタイとアッシリアといったオリエント諸国の支配を受けた。アッシリアの滅亡後しばらくは、独立状態にあったものの、エジプト第26王朝のクネムイブラー・ヤフメス2世によって、征服され、エジプトがアケメネス朝に併合されたのと、ほぼ同時期に、キプロスも、 ペルシアの支配下に入った。住民の多くが入植してきたギリシア系であったため、再三にわたって反ペルシア暴動が生じたものの、ペルシアによってすべて鎮圧された。キュプルス属州の位置。アレクサンドロス大王によるペルシア滅亡と大王死後のディアドコイ戦争での結果、キプロスはプトレマイオス朝の保護下に置かれ、プトレマイオス朝から総督が派遣された。 この時期のキプロスは、当時の二大商業都市であったアテネとアレキサンドリアの間の中間貿易港として発展した。紀元前58年、共和制ローマから派遣された消化とによってキプロスは、ローマ族州となった。クレオパトラ7世は、マルクス・アントニウスと結んで、キプロスの支配権を再び手に収めたが、アクティウムの海戦に敗北し、 プトレマイオス朝の滅亡と共に再度ローマ族州へ復帰した。紀元前22年以降は元老院族州として位置づけられ、イタリア本国と東方族州を結ぶ交通の要衝として機能し、ハドリアヌスやルキウスウェルス等のローマ皇帝もキプロスを訪れた。115年からのユダヤ人の一世放棄により、キプロスは損害を被った。4世紀以降に、 ローマ帝国がキリスト教旗する中で、キプロスもキリスト教が徐々に普及。395年にローマ帝国が東西に分裂後は東ローマ帝国の管轄下となった。7世紀になりアラブ人の信仰が度重なり、キプロス島は一時的にウマイア朝の支配下となる。688年、東ローマ帝国皇帝ユスティニアノス2世とウマイア朝。 カリフ・アブデルマリクとの間で、キプロスを共同統治することに合意。以後、約300年にわたり東ローマ帝国とアラブの共同主権が行使される。9世紀になり、国力を回復した東ローマ帝国は、10世紀末から11世紀初頭の3人の皇帝ニケフォロス2世イフォーカス、ヨハネス1世イツミスケス、バシレオス2世イブルガロックとノスの下で、北シリア。 南イタリアバルカン半島全土を征服して、東ローマ帝国は東地中海の大帝国として復活。その過程で965年に、キプロスを再征服した東ローマ帝国が、同党の主権を完全に回復した。以後、12世紀末まで東ローマ帝国の支配下に置かれる。イングランド王リチャード王一世1185年、ヨハネス二世。 コムネノス死去後の恩意継承に不満を抱いた皇族、イサキオスコムネノスが、キプロスで反乱を起こし、皇帝を戦勝指導党を占拠してしまう。1191年、第3回十字軍の途上に、キプロス島機を航行していたイングランドを率いる、戦団の一部が、キプロス島に漂着し、戦勝帝により、捕虜とされてしまう。これに対して、 イングランド王リチャード一世はキープロスをわずか5日で攻め落とし、以後キプロスの領有権はイギリス王に帰することになる。キプロス党はギリシャ正教会からカトリック教会の支配下となり、東地中海でのキリスト教国家の基地としての位置を約400年間果たすこととなる。1192年、エルサレム王国の王位をモンフェラートココンダードに奪われたギード・リュジニンは、 リチャード一世からキプロス島を譲渡され、以後300年間リュジニャン家がキプロス王位を継ぐことになる。1489年にリュジニャン家は王位継承者を変えたことから断絶し、最後の王となったカテリーナ・コルネーロはキプロス王国をベネツィア共和国に譲渡した。オスマン・ベネツィア戦争では、1571年にオスマン帝国がベネツィアからキプロスを奪い、 キプロス州を置いた。エジプトの植民地化を進めていたイギリスはこの島の戦略的価値に目をつけ、1878年、ロト戦争後のベルリン会議でオスマン側に便宜を図った代償に、キプロス島の統治権を獲得。さらに1914年勃発した第一次世界大戦で、オスマン帝国がイギリスと敵対すると、同年イギリスに一方的に併合された。そして、 アメリカのキプロス鉱山会社がやってきた。第二次世界大戦後、ギリシャ併合派、トルコ併合派による高イギリス運動が高まったため、1960年にイギリスから独立。翌1961年、イギリス連邦加盟。しかし1974年にギリシャ併合強硬派によるクーデターをきっかけに、トルコ軍が軍事介入してきたキプロスを占領し、 さらに、トルコ占領地域にトルコ系住民の大半、非占領地域にギリシャ系住民の大半が流入して、民族的にも南北に分断された。南北キプロスの間では、国際連合の仲介によりは平行渉が何度も行われ再統合が模索されているが、解決を見ていない。2004年 EU に加盟。 1960年の独立時に制定されたキプロス共和国憲法はギリシャ系住民とトルコ系住民の人口比に配慮して原種で行政府の長でもある大統領をギリシャ系からその行政権限を文章し拒否権を持つ副大統領をトルコ系からそれぞれ選出し国会議員、管理、軍人などの人数も比率が7対3になるように定めている。 大議員は任期5年の一員正義会であるが、その議員の選出にあたっては、ギリシャ系とトルコ系で別々に選挙を行うことになっている。1974年に南北分断された後は、キプロス共和国は南部を占め、ギリシャ系住民のみの政府となっている。南キプロスでは、政府における憲法上のトルコ系の定員はそのまま空席となり、副大統領も置かれず、 議会の実質上の定数は56人となっている。一方、分離独立を主張する北、キプロスには公選の大統領がおり、一員制の議会で選出される首相と共に行政を行う。1983年の独立後、1985年に北、キプロスで最初の選挙が行われたが、この手続きを国際的に承認しているのは取る好みである。 2008年2月24日に大統領選挙の決選投票が行われ、労働人民進歩党初期長のディミトリス・フリストフィアスが53.36%で当選し、欧州連合加盟国で異例の共産系大統領が誕生した。再統合推進派のフリストフィアスの当選で、再統合交渉が推進されると期待されている。2011年5月22日、 国会議員選挙が行われた。保守野党の民主運動党が第一党になった。2006年の前回比で3.75ポイント増の34.27%獲得し、総議席56のうち20議席を占めた。与党、送るも前回比1.36ポイント増で32.67%で1議席増の19議席とした。日本政府は、 これまで在ギリシャ大使館がキプロスを喧嘩していたのを改め、2018年にニコシアに大使館の実感を開設した。南キプロスではキプロス国家守備隊が組織されている。これは陸海空軍の混成組織である。徴兵制があり、男性は18歳で徴兵され、約25ヶ月の兵役に着く。また、南キプロスにはギリシャ軍が駐留しているほか。 軍事顧問として、ギリシャ軍将兵が、キプロス国家守備隊に多数出航していると言われる。北、キプロスにも、北、キプロストルコ共和国保安軍と呼ばれる、国防組織が整備されており、南キプロス同様に、陸海空軍混成である。また、徴兵制も、同様に施行されている。実質的な防衛力として、トルコ軍が駐留している。南北キプロスを隔てる、 境界線には国連キプロス平和維持軍が駐留して監視している。正確にはキプロス国内ではないが、イギリスの海外領土として島内にイギリス主権基地領域アクロティリオ及びデケリアが存在しており、地中海、中近東方面の軍事拠点としてイギリス軍が駐留している。キプロス島は事実上二つの国家に分断されており、南部が キプロス共和国政府が支配する地域、北部が北、キプロストルコ共和国として、トルコ系住民が分離独立を主張している地域となっている。分断以前のキプロス島は、行政的に浮きの6地区に分かれていた。ここでいう地区は、州とも訳されるが、元来は、キプロス州に置かれた、軍にあたる、行政区画である。分断後は、キプロス島、全6地区のうち、 ファマグスタ地区、キレニア地区の全域と、ラルナカ地区及び、ニコシア地区の一部が、北、キプロス領となっており、特に首都ニコシアは、町の中心で分断されている。なお、ファマグスタは、現在の北、キプロスではトルコ語で戦士を意味する、ガーズイーの称号を冠して、ガーズイーマウサと呼ばれている。キプロスは、旧イギリス植民地であり、 二つの公用語でそれぞれ異なった地名を持つことから、地名は英語名で呼ばれることが一般的であり、以下の地図もそのように記されている。しかし、南キプロスではギリシャ語の地名、北キプロスではトルコ語の地名に言い換えられることも多い。以下の地図の斜線部分は独立以後も残されているイギリスの主権基地領域で、この領域にはキプロス共和国政府の主権は及ばず。 イギリス主権の下に置かれているイギリスの海外領土である。また、灰色部分は南北の衝突を抑止するため国連の引いた干渉地帯である。キプロスの地図。キプロスはキプロス島一島からなる島国で、長さ2 4 0トル幅1 0 0トル地中海ではシチリア島、サルデーニャ島に次いで3番目に大きい島である。 南のエジプトまで 380km という地理的な面からアジアに分類される場合もあるが、ギリシャ系のキリスト教徒が多いためヨーロッパに分類される場合もある。また地理的にトルコとも関係が深い地域であった。地中海性気候で夏は暑く乾燥する。北部は海岸線に沿って石灰岩のキレニア山脈があり、首都ニコシアを中心とする。 中央部が平坦地となっている。南部は大部分が、ひなり岩のトゥロードス山地で、海岸線に沿って強いな平地がある。北東に、カルパス半島が伸びる。島の最高峰は、南部のオリンポス山で、標高は1951メートル。冬は、雪も降り、スキーができる。首都ニコシア1980年代から1990年代に、 大きな経済成長を遂げたが、観光産業に依存していたためヨーロッパでの景気の変動に弱かった。2005年前後時点において、キプロスは4%前後の経済成長、3%台後半の低い失業率と良好な経済状況を維持していた。しかし、2010年以降は、経済的、文化的に関係の深いギリシャの金融危機により、 銀行が膨大な損失を被ったため巻き添えを食らう形で金融危機に陥った。しかし現在は天然ガスの発掘シチズンシッププログラムによりロシア、EU 諸国、中東、アフリカ、中国などから多くの富裕層が集まる場所となっており著しい経済成長をしている。また観光産業への依存からの脱却を目指しオフィスビルの建築、 カジノなど様々な建設が始まっている。その地理的一致からドバイと同様ハブになる可能性が非常に高い。また、法律は英米法なため安心してビジネスを行えることもハブになりうる一因である。さらに、キプロスは中東やイスラム諸国とも友好関係にありテロの可能性が極めて低いケウな国である。現在、ロンドンでテロが多発する中、 多くの企業がキプロスに拠点を移している。色と面積で示したキプロスの輸出品目主要産業は観光業と金融業であったが現在は法人税の低さから実態のある会社の拠点を置く企業も増えている。観光業については EU、ドバイ、ロシア、北欧等からの観光地として人気がある。2004年5月1日の欧州連合加盟。 さらに2008年1月1日の EU 単一通貨ユーロの導入により観光客が着実に増加している。また別荘地としても有名で、それに伴って不動産投資も盛んに行われている。会計士やロンドン大学出身の優秀な弁護士が多い。南キプロスは観光業を含むサービス産業に労働人口の62%が従事し、 GDP の70%を占める。地中海地域の共通問題である水の供給については、海水炭水化プラントの稼働により安定し、再生可能エネルギーに特に力を入れている。北、キプロストルコ共和国は、南キプロスに比べて経済的に遅れており、一人当たり GDP は3分の1しかない。しかし、現在北と南の統一の試みが、 積極的に行われており、統一の実現は近いとされる。しかし、必ずしも統一を望む意見が多いわけではなく、統一すると逆に混乱を招くという、キプロス共和国の人々も少なくない。自動車関連多くの国民が自動車を所有し、交通手段に利用している。自動車の通行区分は、日本と同じ左側通行であることから、右ハンドル仕様の欧州車に加え、 日本から輸入された中古車が多く使われている。そのため、対日中古車輸入及び関連産業が盛んである。工業キプロスの工業は5000年の歴史を持つ。紀元前3000年頃、まず自然道がトゥロードス山麓で発見される。道交渉としては、最も古いと考えられ、道のラテン語名であるクープラムはキプロスに由来する。 自然道が枯渇した後は道を含む王道鉱から道を抽出する技術が生まれた。現在でも道の採掘は続いており、2002年時点では5200トンの道を算出する。ただし、資源が枯渇している上に内戦によって、鉱山施設が分断されたことにより、工業はすでにキプロス経済において意味を失ってしまった。このほか、クロムや石綿などを少量算出する。 地質学的には、地中海が広がった時に、海洋低拡大の中心部として、オフィオライトが形成され、更新用に流起し、現在の位置に移動した。最近、海域の石油炭鉱を行い成功している。現に、トータル、エニ、コガス、ノーブリーヌルジ、デラクドレーリング、等世界の資源会社が、すでに採掘を開始している。 9月に相当量の天然ガスが発見されるという情報が、キプロスの政府機関シーパのトルコ系が18%であるとされる。その他の4%にはマロン派とアルメニア教会派のキリスト教徒がいる。キプロスの正教会は、イスタンブールのコンスタンディヌーポリ総主教長にも、アテネ大主教を主座とするギリシャ正教会にも属さず、大主教を長とするキプロス正教会のもとに自治を、 行っている。なお、キプロスのキリスト教については、イエスキリストの死後、パウロが、第1回の宣教旅行で、キプロス島のサラミスとパフォスを訪れ、キリスト教が広まってゆく様が、新約聖書の、使徒言公録、第13章に描かれている。ギリシャ系とトルコ系は、歴史的に、キプロス島の全域で混住していたが、1974年の南北分断の際、 北部に住むギリシャ系住民の大半はトルコ軍の支配を嫌って南部に逃れ、南部に住むトルコ系住民の多くが報復を恐れてトルコ軍支配地域に逃れた結果、ギリシャ系の99.5%が南キプロスに、トルコ系の98.7%が北キプロスに住む。その他の系統の住民は99.2%が南キプロスに居住している。なお、 経済的に苦しい北、キプロスでは、かなりの数のトルコ系住民が、トルコやヨーロッパに出稼ぎに移住した一方、トルコから多くのトルコ人が流入したため、トルコ系キプロス人の正確な人口を割り出すことは難しい。キプロス大学キプロスの初頭、中等教育は行き届いていると言われている。高等教育は以前ギリシトルコ、英国、米国などに依存することが多かったが、 近年夏季のような大学ができている。海外からの留学生も増えている。キプロス国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件存在する。欧州小国競技大会を開催、参加している。ヨーロッパラリー選手権のイベントの一つ、キプロスラリーの舞台でもあり、2000年から2006年までと2009年には世界ラリー選手権に組み込まれて開催されていた。 キプロスの分断地図キプロスは東ローマ帝国の支配下でギリシャ語を話す正教徒が大多数を占めるようになっていたがオスマン帝国支配下でトルコ語を話すムスリムが流入しトルコ系住民が全頭人口の2割から3割程度を占めるまでになったイギリス統治下のキプロスでは英華界の島々と同じくギリシャに併合されるべきという要求が ギリシャ系住民の間で高まり、1948年にはギリシャの国王がキプロスはギリシャに併合されるべきとの声明を出し、1951年にはギリシャ系住民の97%がギリシャへの併合を希望していると報告された。一方のトルコ系住民の間ではキプロスを分割してギリシャとトルコにそれぞれ帰属させるべきとの主張がなされており、 キプロスの貴族問題がイギリス、ギリシャ、トルコの3カ国の間で協議された。その結果、中華案として1959年、チューリッヒでキプロスの独立が3国間で合意された。1960年、ギリシャ系独立派の恩健的な指導者であったキプロス正教会のマカリオス大主教を初代大統領としてキプロス共和国は独立を果たした。しかし、 1963年には早くも民族紛争が勃発し、1964年3月より国際連合ギプロス平和維持軍が派遣された。さらに1974年7月15日にギリシャ軍事政権の支援を受けた併合強行派がクーデターを起こしてマカリオス大統領を追放。トルコはこれに敏感に反応し、 トルコ系住民の保護を名目に7月20日キプロスに侵攻した。これにより7月22日にクーデター政権が崩壊するが、トルコ軍はキプロス分割問題の解決を図って8月13日に第二次派兵を観光し、首都ニコシアイ北のキプロス北部を占領した。トルコの指示を得たトルコ系住民は翌年、キプロス共和国政府から分離して、 キプロス連邦トルコ人共和国を発足させ、政権に復帰したマカリオスの支配するギリシャ系の共和国政府に対して連邦制による再統合を要求した。1970年代以来、南北大統領の直接交渉を含む再統合の模索が続けられているが、分割以前の体制への復帰を望むギリシャ系、キプロス共和国とあくまで連邦制を主張する。 トルコ系北キプロスとの主張の隔たりは大きく、再統合は果たされてこなかった。1997年にキプロス共和国が EU 加盟候補国となったことは、国際的に孤立主経済的に苦しい北キプロスにとっては大きな危機であったが、その後の国連の中介案を得た統合交渉も不調に終わった。2004年5月1日のキプロスの EU 加盟を前に、 北、キプロスが政治的経済的に取り残されることを避けるため、同年2月9日より国連のコフィーアナン事務総長の仲介で再び南北大統領による統合交渉が行われ、3月31日の交渉期限直前に国連案に基づく住民投票案が合意された。しかし、4月24日に行われた南北同時住民投票は、 ギリシャ系の南側の反対多数という結果に終わり EU への参加による国際社会への復帰を望むトルコ系側の賛成多数にもかかわらず否決された。これは国連案がトルコ系住民側及びトルコ共和国が主張してきた連邦制を前提としギリシャ系難民の北部機関を制限またトルコ軍の駐留を期限付きながら認めるなどギリシャ系住民側にとって 容易に受け入れがたい内容を含んでいたためである。南のキプロス共和国では2004年、2006年の総選挙でいずれも統合反対派が勝利し、以降の統合交渉は停滞した。一方、失敗に終わったものの統合交渉に前向きな姿勢を示して、国際社会での得点を稼いだトルコは、同年10月3日、長年望んでいた。 EU 加盟交渉開始のテーブルに着くことになった。しかし依然としてトルコは、キプロス共和国をキプロスの公式の政府として承認することを拒否し続け、トルコの EU 加盟交渉における課題点となっており、2006年12月には、キプロス共和国の船舶、航空機のトルコ入港拒否問題が原因で、加盟交渉が一部と決された。2008年1月のトルコ、 ギリシャの首脳会談でギリシャ首相コスタス・カラマンリスはトルコが国家承認を拒んでいるギリシャ系のキプロス共和国について国交正常化がトルコの欧州連合加盟に必要条件だと指摘すべての条件を満たしたとき EU はトルコを正式メンバーとして認めるべきだと条件付きながらトルコの EU 加盟を支持する考えを明らかにした 2008年2月に行われた南キプロス大統領選挙で再統合推進派のディミトリス・フリストフィアスが当選3月に北キプロスのメフメトアリタラーと大統領との間で首脳会談が実現4月にはキプロス分断の象徴とされていたレドラ通りの封鎖解放という融和策も実行された引き続き再統合の話し合いが行われ9月3日に 包括的な再統合交渉を開始することが決まり、同年12月までに計13回の交渉が開かれた。2009年4月21日に北キプロスで行われた議会選挙で再統合交渉に消極的な野党国家統一党が勝利を収め、タラート大統領の与党共和国トルコ党が敗北した。これに対してトルコのレジップ・タイープ・エルドアン首相が 再統合交渉の継続を求める発言をしたため、国家統一党側もトルコの意向を無視できないと見られた。2009年6月までにキプロス再統合交渉において、統治と権力分割、財産権、EU 問題、経済問題、領域、安全保障の6分野について交渉が進められ、2010年3月31日には統治と権力分割、 EU 問題及び経済問題の分野で重要な進展があった旨を両大統領が共同声明にて発表した。2010年4月の北キプロス大統領選挙では統合消局派のデルビシュエロール首相が当選した。任期中に交渉を進展させられなかったタラート大統領に対する有権者の不満が選挙結果に影響したものとみられ、交渉の交代が懸念されるようになった。 この結果に対して、トルコのエルドアン首相は、再統合交渉の年内打結を目指したい考えを、述べ、エロール首相に釘を刺した。これを受け、2010年7月に、エロール大統領は交渉を継続し、年内の合意を目指すことを発表した。以降定期的に交渉が実施されたが、2012年1月の会談でも、当地、財産権、 市民権に関して合意することができなかった。キプロスの EU 議長国就任、2013年2月の大統領選挙などの政治日程の都合のため、両国の代表による直接交渉は中断された。2013年2月に再統合に積極的なニコスアナスタシアディスが、キプロス大統領に就任。2014年2月、国連の仲介のもと、 両国による交渉が再開されるも、同年10月に、トルコによるキプロスの EEZ 内に対する調査活動が行われたことを理由に、キプロスの希望により交渉が中断された。2015年4月、再統合に積極的なムスタファークンジュが北キプロス大統領に就任。同年5月に、国連の仲介の下、直接交渉が再開され、2016年内の 合意に向けて交渉を継続している。2016年11月7日、南北キプロス領首脳による再統合交渉がスイスのモンテルランにて開催。再統合後に連邦制を採用することが合意され、年内の包括合意を目指して協議を進めることとなった。ありがとうございます。